では時間になりましたので、株式会社神話クリエイティブセンターの説明に移ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、まずはじめに自己紹介と簡単に会社の説明をしていただければと思います。よろしくお願いします。はい、デザイン制作家、渡辺です。本日はよろしくお願いします。同じく神話クリエイティブセンターの編集制作家、新井真由美です。よろしくお願いします。では、会社の概要の方を私の方から説明させていただきます。神話クリエイティブセンターでは、印刷物を中心とした企画、デザイン、編集などの業務を行っています。ポスター、チラシ、会社案内、広報誌、記念誌などのほか、動画や SNS、ブランディング、商品開発サポートなど、幅広い業務を展開しています。美しいデザインはもとより、伝わりやすいデザインを目指し、子どもや高齢者、障害者、外国人などにも配慮した UD の制作では、書体や色使いなどを十分に吟味し、さりげない工夫を凝らしています。総勢23名のデザイン会社となっております。本日は、よろしくお願いします。はい、それでは事前に学生の方からいただいた質問についてお答えいただければと思います。まず最初の質問になります。記者で働く魅力を教えていただきたいです。よろしくお願いします。じゃあ、私の方から。神話クリエイティブセンターは、割と自由度が高く、自分の興味がある分野のチャレンジにサポートをしていただいています。それと、福島県内のいろいろな場所に取材や撮影で出かけることができるというのも魅力の一つかと思います。新井さんはありますか？今回のコロナの件とかもあったので、テレワークとかもしたんですけど、自分の働き方を自分で自由に調整できるっていうところも魅力かと思います。子育てとかしていても、皆さん協力的な会社ですので、そういった意味でも働く女性の支援体制も整っているので、安心して女性の方でも働けるところが魅力です。はい、ありがとうございます。それでは次の質問に移ります。採用の際に重視していることは何でしょうか？お願いします。はい、入社試験では、筆記試験と面接を行い、総合的に判断します。編集は基礎学力を重視します。デザインはポートフォリオ、自分の作った作品ですね、の内容を重視します。あとは面接などを通して、どのようなことに興味を持っているであるとか、その人の個性などを判断させていただいております。はい、では次の質問になります。入社後に得られるスキルは具体的にどのようなものでしょうか？また、記者で活躍されている方はどういった特徴がございますか？という質問です。お願いします。はい、編集とデザインと私たちの会社はちょっと分かれているんですけど、どちらも共通しているのは仕事の段取り力ですとか、スケジュール管理、いろんな方、クライアントさんとか、営業の方とか、いろんな方と接することが多いので、そういった意味でコミュニケーション能力、あとは企画、分で企画して、それを形にしていくという仕事ですので、その企画力や発想力などは、そういったスキルを身につけられると思います。編集の方に関しては、ライター的な仕事が多いので、
文章力ですとか、あと取材に行って、全く知らない方たちといろんなお話を聞いたりするんで、そういろんな人たちと話す力とか、その話を引き出す能力ですとか、プレゼンテーション能力やクライアントさんとの交渉力とか、そういった幅広くいろんなスキルが身につけられるかなと思います。デザインの方はどうでしょうか？デザインの方はですね、イラストレーターやフォトショップ、プレミアプロ等の操作や、デザイン的な手法や表現方法なども磨くことができます。はい、どういった方が活躍されてるかとか、そういった特徴とかってありますか？私の方から、何が求められているか的確につかむことができる人、場面に応じていろいろなアイデアを提案できる人、負けず嫌いの人、諦めない人、成長したいという気持ちが強い人、あとはいつも新しい発想で楽しいことを考えている、あと自分の世界を持っている人、っていう方が、当社で活躍している方に多いと思われます。はい、ありがとうございます。では次の質問になります。入社したきっかけ、あと働いていてよかったと感じた出来事は何でしょうか？お願いします。はい、じゃあ入社したきっかけ、私からは編集の仕事を目指す上で本や漫画を読むことが好きだったので、自分の人生に大きな影響を与えてくれたそういった印刷物を自分も世に出す手伝いができたらなと思って編集を目指すようになりました。短大卒業後は東京で編集の仕事をしていたんですけど、震災後は自分が生まれ育った福島に少しでも貢献したいなと思ったのと、今までのスキルを活かせる仕事がしたいなと思って、こちらの今クリエイティブセンターに入社を決めました。はい、私なんですけども、学生時代デザインの学校に通ってまして、綺麗な写真であるとか、そういったポスターやかっこいい雑誌の広告であるとかを見て、自分もこんな仕事がしてみたいと思って、デザイナーを志望しました。働いててよかったと感じたことなんですが、常にこうお客様と接して、意見を頂戴してそこから形にしていくという仕事なんですけども、そのお客様の要望に応える、またはそれ以上のデザインにお客様が喜んでくれたときに、非常に喜びを感じています。はい、ありがとうございます。では次の質問になりますが、1日の仕事の流れ、あと社員に求められること、どのようなことでしょうか？お願いします。はい、仕事の1日の流れはとその日によって結構バラバラです。1日中会社の中でパソコンに向かってただひたすら入力したりすることも日もあれば、朝から福島県内の例えばいわき市ですとか、あと日の江又村とかすごい遠くの方に出かけて取材や撮影を一日中するなんてこともあります。社員に求められることは何でしょうか？まあ基本的なことなんですけども、会社のルールを守るであるとか、まあ、そういったことは基本としまして、仕事を成し遂げようという協調性がある方、良いものや面白いものを作ろう、工夫しようというサービス精神がある方、かつ
真面目さがあって個性的な人が良いと思います。はい、ありがとうございます。では次の質問です。職種ごとにキャリアパスの例を教えていただきたいですという質問が入ってます。お願いします。はい、編集デザインともそれほど大きな違いはないのですが、入社してすぐの頃はトレーナーがついて比較的簡単な仕事を一緒に担当します。慣れてきたら徐々に与えられる仕事の難易度が上がっていきます。一人で任せても大丈夫そうだなと上司が判断したら、自分一人が責任者になって進める仕事が増えていきます。責任者になったら自分に仕事を進める人たちとのコミュニケーションや情報伝達、スケジュール管理、品質管理などを広く気配りする必要があります。期限内に、作業というか制作してお客さんにお届けするという仕事がほとんどなので、期限内に良いものが完成すれば、その過程は自由です。デザイン会社は工場のように同じ品質のものを大量生産する場所とは異なるので、創造性や感性を大事にして仕事をしています。役職なども一応あるのですけども、日進堂印刷所にもありましたが、年数を経て、主任、課長代理、課長、部長というふうに昇進はしていきます。はい、ありがとうございます。では次の質問、お聞きしたいと思います。仕事で大変なのはどんな時ですか。はい、だいたいこう印刷物ができるまでスケジュールを組むんですけど、そのスケジュール通りに進まないときや締め切りの直前で掲載先から大きな修正が入ってそこに対応しないといけなかったときは大変ですが、そういう大変な仕事ほどやっぱ終わったときの達成感ですとかやりがいは感じられるので、そういった場合の対応力とかもつくと思うので、大変な仕事ほどやりがいはあると思います。はい、そうです。はい。はい、じゃあもう一つ質問来てましたので、お答えいただければと思います。思い出に残っている仕事はありますか？どんな仕事ですか？というものです。お願いします。はい。結構前のお話なんですが、自動車屋さんのお仕事で、候補紙を作る仕事をしてまして、で表紙の撮影だったんですけども、その会社さんの方で、オフロードのホースを持っている会社でですね、そのシーンを撮影してほしいということで、カメラマンの方と一緒に行ったんですけども、大きい穴があってそこから車が出てくる瞬間とかを見たときにすごく感動してすごく嬉しかったのを覚えています。こんな、臨場感であるとか、なかなか出会えない場所に出会えたっていうことで、とても大きく感動しました。はい、ありがとうございます。いただいた質問は以上になりますので、もし学生の方で、今の話を聞いてこんなこと聞いてみたいとか、
質問等あれば Q&A もしくはチャットにて入れていただければと思います。質問を待つ間に私の方からも質問させていただきます。社内の雰囲気はどのような感じでしょうか。大体女性が8割くらいの会社なんですけれども、皆さん女性が多い職場ですけど穏やかな人が多くて女性の変なしがらみもなくとてもいい雰囲気で仕事ができると思います。と私たちは見ての通り私服で出社しているので TPO にちゃんと合わせられれば自分の好きな服で仕事ができるっていうのも いかなと思います。ちなみに夢や目標とかっていうものはあったりしますでしょうか。うん、私は東京に出てみて福島って何もないつまらないって思ってたんですけど、やっぱり都会に出てみて福島の良さをすごい感じることができました。福島に戻ってきてこの仕事をする上でもいろんな福島の、人と話したり、やっぱりこっちのお米とか美味しかったりするので、そこで福島ってすごいいいところだなって本当に実感できましたし、自分がそうやって外に出てみて感じた福島の良さをこういう印刷物を通してもっと福島の人たちにも自分の土地の魅力とか地域の魅力を知ってもらったり感じてもらえるような仕事をしていきたいなと思います。それが目標です。はい、ありがとうございます。質問まだ時間ありますので随時、募集しております。もし何かあればチャット Q&A で入れていただければと思いますので、それまで一旦、動画の方流しますので質問あればまた再開したいと思います。お気軽にどうぞ。何でもください。はい、お願いします。お願いします。こんにちは。神話クリエイティブセンターです。私たちの会社は福島市にあるデザイン制作会社です。こういった紙の印刷物、パンフレットなどを作ったり動画を作ったりウェブサイトのデザインも手掛けています。私が担当している仕事は編集です。企画を考えたり取材に行ったり原稿を書いたりしています。私が担当しているのはデザインです。イラストレーターやフォトショップやプレミアプロなどのソフトを使ってパンフレットやポスターのグラフィックデザインですとか動画編集などをしています。デザインにはイラストレーターも活躍しています。今回、神話クリエイティブセンターのいいところについてスタッフにアンケートを取ったので、どんな会社か雰囲気をつかんでいただくために回答をご紹介したいと思います。まずはこちら。仕事の魅力、やりがいは何ですか？デザイナーの答えはこちら。自分が作った制作物を街で見かけた時にやりがいを感じる。わかる。編集もそうですよね。駅とか役所とかお店とか、あれ私作ったのってなりますよね。神話クリエイティブセンターは特に国、県、市町村など観光庁の仕事も多く担当しているので地域に貢献したいと思っている人におすすめです。はい、では次、仕事と家庭の両立はできていますか？編集担当者の答えはこちら。産休、育休、時短勤務、
在宅勤務などの制度もあるので、会社と相談して自分に合った働き方ができる。今も育休でお休みしているスタッフもいますね。一時的に在宅勤務をしているスタッフもいますね。はい、ちなみに私も子育て中です。はい、では最後、入社前に身につけておいた方がいいスキルは何ですか？全員の答え、特にないです。強いて言うなら、いろいろなことに興味を持って自分で調べたり、足を運んでみたり、自分の世界を自分の力で広げるスキルがあるとすごく活躍できると思います。素晴らしい回答ですね。自分の世界を自分の力で広げるスキル。入社して1年間はトレーナーがついて、自分の仕事の進め方など丁寧に教えるんですが、しばらくすると本人の裁量に任せる部分が多くなるので、自分で考えたり工夫したりするのが好きな人に向いていると思います。アンケートは以上です。神話クリエイティブセンターに興味を持った皆さん、仕事紹介の別の動画を見たり、質問がつくようなら職場見学に来たりして、神話クリエイティブセンターのことをもっともっと知っていただければと思います。皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。またね。またね。はい、それでは Q&A で質問来てましたのでお答えいただきたいと思います。サークル活動やイベントがあるとホームページで拝見しました。お二人も参加されていますか？参加されていましたら、どんなことをどんな雰囲気でしているのかお聞きしたいですという質問です。お願いします。はい、日進堂グループとして、サークルの方が、ソフトボールであったり、自転車であったり、釣りであったり、ボーリングだったりというのがあるんですけども、神話クリエイティブセンター単体としては、そちらの方に、参加させていただいている形になります。私の方は、少しでしたが、ソフトボールの方を参加させていただいたことがありまして、グループ間の交流が非常にとてもよくできるということで、楽しく参加させていただきました。私は子供が生まれる前はバドミントンとかテニスとかやるサークルの方に入っていたんですけど、皆さん和気あいあいとして飲み会とかもあったりしたので参加させてもらったり、グループ内の交流という意味でもすごく楽しかったです。イベントは何かありますか？はい、そちらも日進堂印刷所の、日進会という会がありまして、芋煮会であったりとか、温泉、日帰り温泉のバスツアーであったりとかっていうのが、企画されています。ちょっと今コロナ禍の状況で、今年近年行われていないんですけども、そういった活動で、各所の方と交流ができるっていうのは非常にいいことだと思っております。はい、あともう一つ質問来ております。筆記試験の内容はどういったものですかというものですが、いかがでしょうか？一般常識や作文です。なのでそんなに難しくはありません。誰でも解けると思います。じゃあせっかくなので、神話クリエイティブセンターさんの自慢ってどんなものか何かあれば。自慢ですね。自慢ですか。当社の自慢としましては、県内各地の、カメラマンの方から写真をお預かりして、
ちらの方をストックさせていただいて、ライブラリーとかっていう形で利用させていただいています。なので、県内各地、いろんな名所であるとか、そういった施設であるとかの写真が、多種多様に揃っています。県内でこれほど写真が揃っている会社というのもないのではないかと思うぐらいあります。はい、あとチャットでもう一つ質問入ってきております。リモートワーク以外の働き方の変化はありましたか？またコロナ禍の影響を受けた新規事業、コロナ禍の影響を受けた新規事業の予定はありますか、という質問です。いかがでしょうか？リモートワーク以外でも働き方改革もあったので、皆さん、時間に対する意識が非常に強くなって、作業をする時間であるとか、そういったのが短縮されている部分っていうのもあると思います。また、コロナ禍の影響を受けて、新事業の予定ということなんですけども、日進堂さんの方でさ、先ほど紹介あったんですけど、まあ、これからというかもうやってしまってるんですが、コロナ禍の影響で抗菌であるとか、抗ウイルスのインクを使ったマスクケースであるとか、別の商品などを、企画しています。はい、まだあと5分弱あの時間ありますので、もし質問とかあれば、今みたいな形でチャットなり Q&A なりで、入れていただきたいと思います。はい、では Q&A の方で質問来ています。面接ではどのようなお話をされましたか、というところありますが、いかがでしょうか？今までの、私は中途採用だったので、今までの経歴とか主に話したり、あと会社の概要を結構詳しく説明していただいたので、そこに関する質問とかをさせていただきました。はい、主には、学校でどんな勉強をされてたかとか、趣味であったりとか、その方の、個性を引き出すような、質問だと思います。あとどんな仕事をしていきたいか、この会社でどんなことをやってみたいかという、その方のなんか興味がどんなところにあるかっていうのが分かるような質問をされました。チャットの方で来てます、もし決まっていればになりますが、今年の選考スケジュール、もし今時点で決まっているものがあればいかがでしょうか？当社の場合、日進堂印刷所のグループ会社ということでして、日進堂と同じになります。説明会の方は4月1日から随時行っております。で、選考の方は、1次の方が、6月1日から随時受付しております。で、2次の方が面接と筆記8月24日を予定しています。
はい、時間残りわずかですけれども、大丈夫でしょうか。先行はすべて対面。やっぱりその人の人となりが分かるように対面で先行させていただくと思います。これからの今の状況を考えまして、これからは、リモートになるかもしれないです。今のところ予定の方は、検討中ですので、その辺分かり次第ご連絡差し上げますので、当社の方に会社の見学にでも、いらっしゃって、雰囲気を感じてください。はい、それでは終了の時間となりましたので、ここで説明会は終了したいと思います。もしまだ聞き足りないこととかあれば別途、ご連絡いただければと思いますので、引き続きよろしくお願いします。それでは、株式会社神話クリエイティブセンターさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お待ちしてます。遊びに来てください。